どうもチョコレートプラネットの佐藤です。アシスタントのキッチン二郎です。さあ6秒クッキング、今日はフルーツタルトを作っていきたいと思います。さあもううだうだ言ってもしょうがないのでやっていきましょうよ。もううだうだはもう一番無駄なんです。うだうだはいつもうだうだ言ってんの。もううだ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 言ってんだからさ、今日はもうもう火とかも使わず、今日もうノンオイルです。ノンオイル、ノンオイルでやりたいと思います。あれ今日帽子どうしたんですか。今日も一式忘れたんだ。いつもなんかチェックの。そうです、今日グレムリンで、今日グレムリンでやります。真っ黒ですね。真っ黒です。まあもうそれぐらいもう今日は簡単だということです。ああもう普段のそんなもう普段の6秒じゃなくてもいいぐらい、じゃないです。もう本当にイージーイージーゴナイージーです。もうえイージーズダンスです。もうもうとはいえですよ。とはいえです。6秒でやっぱタルトっていうのは、はい、デザートとかスイーツはやっぱり時間かかりますもん。そうですよね、うん、それ何が必要か、まずまあ主役のフルーツですね。まあ今日はメロンとイチゴと、みかん、これ用意しました。まあこれ何でもいいです。リンゴでもいいですし。なるほど、はい、バナナとかでも、バナナでもいいです。キウイでもいいです、うん、何でもいいです。もうマンゴーでもいいですし、うん、ライチでもいいです、うん、パイナップルでもいいですし、うん、ドラゴンフルーツでもいいですし、うん、ビワでもいいです。もう大丈夫です。何でもいいんですよ、はい、フルーツだったら何でもいいです。フルーツだったら何でもいい。梨でもいいです。もういいもういいもういい。でリンゴでもいいです、はい、洋梨でもいいですし、はいはい、もうそれはもう本当何でも大丈夫です、はい、もう、もうないですね。でもいいです。もういいです。フルーツだったらいいと。さあそしてビスケット、ほう、まあ、これも市販のビスケット、下になるところ、ね、そう下になるところって何で分かるの。いや好きなのタルト分かんないよ。でも分かんないよ。でも下になるから、いや一般的なタルトだと下がるんですけど、まあまあまあ一般的だとね、はい、と分かんないよ。それが違うかもしれない。だってあった一般的な料理俺今まで。僕は一般的なタルトだとそうなりますよね。まあそうですよね。まあどうなりますけれども、はい、まあさあこれビスケット、 そしてシュークリーム、でかいですね。でかいですね。シュークリーム、はい、一回どんな風にっていうの、一個もうこう一、え待って待って、まだ2で3456です。待ってください、1でこういって、はい、でこれいった時にこの2つになるんですけど、はいはい、どっちが完成なんですか。今のシミュレーションだとダメですか。なんか2つになってたんですよ。1でこういったら、ね、この上の部分がこっちに乗る。1、2、はい、あ、戻ったんだ。3、4、5、戻ってません、え1、うん、で2で3、4、5、6です。2が分かんないんだよな。もうそう、うだうだ言うからでしょ。いい、見てれば分かるんですね。見てれば分かるんです。いきますよ、はい、よーい、スタート。1、2、3、4、5、6。よいしょ、来たい。さあ、できました。こちら、アマオです。アマオ、アマオです。アマオになったんだ、はい、アマオになりました、はあ、さあ、それでは試食しましょう。さあできました。甘を食べてみてください。もうここ一気にかぶりついちゃっていいんじゃない、ここら辺を。もうすごいな。うん、まあ確かになんかちょっと、うん、うわこっち側すっげえ重い。こっち側すっげえ重いで、じゃあまあこれちょ一回これをこうして、いやでも、いや、うん、でもいってほしい、うんうんうん、あってほしい、うん、これでいきますよ、うんうんうん、うめぇ、うめぇ、どうです、うめぇ、今まで食ったやつの中で一番うまい。そりゃそうだって感じだけど、そりゃそうですよ、まあ、まずいよそれ。何にもない、 ないですからね、うん、あ、これでも、うん、マジな話、うん、
クッキー入ってるだけで全然違う、シュークリームにビスケットが入ってるだけ、ビスケットが全然違う、あのね、甘さの種類が違うから、あ、そう、甘さのシュークリームの甘さとビスケットの甘さ、ちょっとしょっぱい系の甘さがあって、なおかつふんわりとサクサクじゃん、で、フルーツも入ってるから、めちゃくちゃ楽しめる、そんな語れる、おう、これ多分本当家でやってみていいと思う、ちょっとやってみてよ、あのやってみていいと思って、いや今までずっとそれやってみてっていうやつやってんだからさ、そうなんだけど、これは本当に、これは本当にじゃないの、今までのやつもやって、今までのやつは本当にもうどうでもいい、どうでもいいじゃん、本当にだから多分シュークリームちゃんと綺麗に半分に切って、ビスケットをちょっとちょい砕きして入れて、フルーツも入れて蓋、でめっちゃうまい、めっちゃうまい、めっちゃうまい、これ俺もう一口食べたいもんめっちゃうまいから、うん、で、フルーツの、ちょっと酸味、何がいいですか、フルーツは、いちごはすごい良かった、あーいちごね、だからちょっと酸味のある、グレープフルーツとか、あーなるほど、だから色味で言ったら普通のグレープフルーツよりピンクグレープフルーツみたいな感じじゃん、とかキウイは、キウイも合うね、だからメロンとかはそこまであるかもしれない、あー、ま、ちょっと甘い、だから甘みがビスケットのちょい甘みとシュークリームの甘みあるから、フルーツで酸味取りたい、いいのよそんなのは、だから6秒で作ったらいい、6秒とかはもう本当に、6秒とか本当にいいんじゃないの、皆さんも作ってみてください。